キリスト教弁償家では、キリスト教における弁償化を扱う。キリスト教における弁償化とは、キリスト教に対する非難に対して、弁償を行った、恐怖、学者を言う。弁償学者、語教家とも呼ばれる。弁償化弁償学を意味する、各言語における語彙のいずれも、ギリシア語で、弁明を意味するパイラムダガンマアルファーに由来している。その名の通り、 キリスト教における弁償家とは、キリスト教芸の世界に対して、キリスト教の真理性を弁明した人々である。古代教会の弁償家については、東方弁償家と西方弁償家という区分がされることがある。ユダヤ人による迫害に際して、ユダヤ人に対する弁償書を書いた弁償家としては、東方弁償家に属するペラノ・アリストン。 ユスティノス、西方弁償家のテルトリアヌスらがいる。ユスティノス上実のアリストン、ユスティノスはユダヤ人に対してキリスト教の弁償を行った。非キリスト教と文化人からの論難に対してはオリゲネスが反駁を書いている。ローマ帝国による迫害に際して皇帝などに弁償書を上司した弁償家としてクアドラトス、アリスティデス、ユスティノス、 メリト、ヒエラポリスのアポリナリオス、ミルティアデス、アテナゴラスラがいる。また、アンティオキアのテオフィロス、タティアノスラは、啓蒙的弁償書を残している。また、作者不詳の弁償書として、ディオグネトスに与える手紙がある。いずれも2世紀の著作が残されているものであり、後検定時代以降、東方弁償家の活動は停滞した。その頃から、 西方の恐怖が弁償書を書くようになるが、数としてはそれほど多くなく、弁償家といえばこれら東方の弁償家を言うことが多い。テルトリアヌス西方弁償家としては、カルタゴ出身のテルトリアヌス、ミヌキウス・フェリクス、アルノビウス、ラクタンティウスらが挙げられる。古代教会におけるキリスト教に対する主な論難は以下の3点にまとめられる。弁証家たちの目的は、 以下3点にまとめられる。特に3番目の立証のプロセスにおいて、アンティオキアのテオフィロスにより3位一体の語彙が最初に用いられるなど、3位一体論の方がが見られた。弁償家といった場合、古代教会時代に弁償家としての働きを行った恐怖、学者のみを指す場合もあるが、それ以後の時代にも、例えば16世紀のジョン・ジュエル、19世紀のジョン・ヘンリー・ニューマン、 20世紀半ばの C.S. ルイスなどがアポロジスト、弁償家とも呼ばれるほか、現代のキリスト教指導者が同様にアポロジスト、弁償家と呼ばれるケースがある。こうした要例は、正方教会のみならず、正教会にも見られる。古代教会の弁償家は、多くの教派において重視される一方、教派が分かれた後の弁償家については教派ごとに評価、位置づけが分かれる。 例えば聖公会からカトリック教会に改修したカトリック教会の弁償家と呼ばれる上述のジョン・ヘンリー・ニューマンのことは当然聖公会は自派の弁償家とは認めない。改革派教会ではコーネリウス・バンティルの前提主義弁償論が支配的である。ありがとうございます。